ルダンとアルトレの妙なプレイに対するみんなの反応集。さっさわるな、あなたなんか、あなたなんて嫌いです。でも、まだ俺を愛しているんだろう。最低、です、かっこ私の感情をもてあそんで、憎い、嫌い、あなたを嫌いになれたらどれだけ良かったか。いや、これ以上は、カットカット。トレーナーさん、アルダン様に最低って言われてから気絶してます。また変なプレイして。監督、目白の財力を使った高度なハメ撮りやぞ。何この何もう目白がどこを目指してるのかわかんねえよ。付き合わされるトレーナーの方がかわいそうになってきた。ボロ要素どこよってとこが笑える。アルトレは断った方がいい。だけどアルダン優先しちゃうのがアルトレなんよな。このアルトレは一体何をアルダンに所望してるんだ。金、肉体関係。監督誰だよ。ラモーヌに決まってるだろ。助監督パーマー、脚本ドーベル、演出ライアンだわ。なんかものすごく濃いものができそう。この家、イカれてるぜ。マックちゃんから敬語でマックイーンさんと呼びそう。演技指導はマックイーン、カメラマンがブライトかな。プレイの質を高めるためには全体の指揮を取る監督、要望の通りに満足できるストーリーを作る脚本、のめり込める状況を提供する演出等が必要となる。ラモーヌ姉さん的には大丈夫なのか。よくってよ、演劇の練習かもしれないし。いや誰だよこんなドロッとした脚本書いたの。そりゃもう目白の少女漫画担当よ。今となっては肉肉しい、かつて愛した男のそのたくましい腕の前では、か弱い馬娘の私などなすすべもなく押し倒され。あのですね、そのか弱い馬娘さんは眠って意識のない大の大人を起こさないようにデスクからソファに一人で運んでるんですよ。かっこバレンタインイベ参照抵抗、できますよね。か弱い馬娘でも人押すなんか目じゃないんですよ。人馬か。アルトレかっこアルダンでも寝落ちした俺を余裕で抱えて運べるぐらいには強いはずなんだがな。普段から演劇をたしなんでいるため、まあまあ道に入った演技をしてくるアルダン。その迫真の演技で拒絶されるため、ちょくちょく気絶するアルトレ。日本ダービーの最終直線みたいな顔で言われたら気絶しても仕方ないと思う。始まったあたりでライアンも気絶してそう。おばあ様こんなの放置していてよろしいのですか。音楽監督におばあ様を、数十年前を思い出してそう。かっこ私の頃は8ミリフィルムだったわね。これで別に販売するとかじゃなくて身内だけで楽しむんだもんな。身内で鑑賞するの、目白家年始の恒例行事かもしれない。歴代のトレーナーごとに作品があるんだろうな。こんなもの世に出すな。かっこ精一杯の下痢な眼差し、かっこわざとらしい視楽的な笑み、もはや同一人物ではないほどの変貌を遂げたトレーナーさんを見てもなお、私の全てが目の前の人を憧れ慕ったあの時のトレーナーさんだと肯定してしまうのです。親密な関係になったところから演劇の撮影を始めていくので、目白の馬娘の間では一歩進んだ関係になっていいという許可が出たという認識になっている。斜め上に行くのを進んだと表現するのはやめるんだ。数百年後に貴族の珍文化として紹介されそう。ある意味永遠になれたな。こんな形で永遠に残るのはアルダンが良くてもアルトレが不本意だろ。スタジオは新築ボロアパート。知らんうちに目白がヒルドラ製作集団になってるんだが、どうしてアルダンは特殊シチュプレイをしがちなのか。だってアルダンがやるのが一番興奮するじゃん。ライアンやパーマーでもいいけど、いやライアンを力ずくで押し倒すのは無理だけど。パッと見の雰囲気が荒っぽい男に押されそうな気弱で控えめそうな雰囲気があって、かっこここが目白の中でアルダンになる理由。それでいて実際にはそんなことにはならないであろう強化ガラスメンタルを持っててギャルの仕草に乗っかるような興味の広さとノリの良さがあって、それを実行できる財力もあって、パートナーであるトレーナーが絶対に荒っぽい当たりはせず、アルダンに頼まれたらやっちゃいそうな優しいスパダリだからじゃないかな。実はダイヤちゃんでも大体成立するんだけど、ギャップ萌えを狙うには公式でトンチキなことをしすぎている。覚悟ガンギマリの真相の霊場で目白のお姉ちゃんというのも確かなんだが、八重アルチヨの3人組だと天然ボケ担当だし、外で遊べない分物語を空想するのが好きだったという公式要素もあるので、最大限アホにするとこうなる。文面から察するに、一度別れた相手がよりを戻そうと迫ってくるやつ。でも泣きながら最低って言われたら辛いよな。想像しただけで心臓がキュッとなるし、実際言われたら気絶か泣いて膝から崩れ落ちるわ。こんなのすみません。ここに来ればベッドシーンはお互い隣同士で寝るだけを写し、次のシーンでは朝になるって台本に書いてあって、実際に寝るシーンを撮って OK もらったのに本番に移行しようとするアルダンと、それにツッコミを入れてなんとかベッドから出ようとするアルトレのイチャコラ漫才が拝めるって聞いたんすけど、
監督のカットをかけるタイミングが気になるところ、それはそれとしてそこになければないですね。こういうのは嘘でも嫌だ。今までみたいな普通のラブロマンスだったらまだしも、俺は嘘の言葉でもアルダンを貶めたくないよ。撮影途中、アルトレは静かに語った。逆にノリノリでやりそうなトレーナーは誰だろう。これをノリノリでやれるやついたらすげえよ。気絶したアルトレを見て他のメジロ家トレーナーかっこ元含むは思うんだよね。俺も通った道だなって。愛してるその言葉すら、毒になる、君と刻む永遠、全国の新築ボロ映画館で大好評上映中、同時上映ネグロスティーブ VS メガシャーク。映画館はしっかり建設しろよ。ポルノ映画メインの映画館は建てるのが難しいから偽装しないとね。ちょっと待って、新築ボロ映画館全国各所にあるの。映画館ボロくする必要性は何なんだよ。なんでって、ボロな方がなけなしのお金を叩いてなんとか捻出した娯楽ですって感じ出るじゃん。バスへの薄暗い映画館で映画そっちのけでイチャコラ格好ブラートに包んだ表現するし楽しむためには必要なのだ。成人指定だからな。本編撮影の時よりポスター撮影の時の方が生き生きしてるアルトレと、逆にポスター撮影の時の方が緊張してるアルダン。トレーナーの精神崩壊させるようなこと言わせるとか人の心ないんか？なんでこんなことを。金は持ってるだけじゃ意味ないからね。こうやって経済回さないと。これ文化祭で放送するやつだろ？パンフレットも気合い入れて作らなきゃな。アルダンのために全力を尽くすのは変わらない。それはそれとしてアルダンに罵倒されたら生きていけない。なので定期的に一心同体しないとなんですよ。パーマーが逃げた原因。この家、行かれてるよ。まあ、そりゃそんなこと言いたくなるな。狂ってる。でも君が一番こういうドロドロした人間の恋愛模様とかは演じてるのに合うと思うけどな。本人は自分はカラッとしてると思ってんだもん。メジロのイチャつきのために犠牲になるメジロ家のスタッフの気持ちを考えたことはあるのか。メジロ家スタッフをセルー。アルダンとアルトレが演じてる役柄のモデルがパーマーとパマトレの可能性。それに比べて里の家はすげえよな。最初から最後まで背がたっぷりだもん。トッポかな。ねじ込みのオプションも充実。こんなただれた関係なんか続けたくないのに。私に囁き、もて遊んで、交わるあなたはどこか苦しそうにしている。かつては本気で惚れ込んで、裏切られて、また出会って。どこか擦り切れやつれたあなたをどうしても突き放せない私がいた。かっこ泣いてる。いつもそうだ。隣で眠る彼のまぶたから流れる雫。この関係が間違いであることはわかっているはず。もともととてもまっすぐな人だから。でも弱った心にこのただれた甘さは心地よくて、とても苦いのだろう。反する感情が心を癒しながら傷つけている。二人揃って手をつなぐわけでもなく黙ってそれぞれの住居に帰る。かっこあなたと二人、正しくなれるのはいつになるのでしょうか。夕暮れ時に思い馳せ、二人は別れる。甘い毒に、侵されたまま。それでは今回の動画はここまで。ちなみにウマ娘はゲームも漫画も面白いけどアニメ版も最高だよな。Unext なら無料で31日間視聴することができるから興味があったら概要欄のリンクをチェックしてみてほしいぜ。なんと、一気にしちゃうわ。次の動画もぜひ見に来てくれよな。ご視聴ありがとうございました。